はい、こんにちは、油揚げです。今回のドンスターブトゲザーの解説はキノコについてです。キノコはドンスターブトゲザーにおいてすごい大事な食料になるんですけど、その復習とキノコを栽培するというところについて説明していこうと思います。チャンネル登録や高評価、ツイッターのフォローなどぜひぜひよろしくお願いします。まずキノコについての復習なんですけど、キノコの有用性ですね。キノコは緑と青と赤3つあります。でこの表に書いてあるみたいにそれぞれ特性が違います。緑キノコはだいたいいつも夕方に生えるので、生で食べると消費度がすごく減少します。これすげえマイナスに見えるんですけど、ちょっと前の解説動画でも説明したように、悪魔の燃料を確保するために産地を下げたい場合、消費度を下げたい場合はすごい有用です。で加えて焼くと消費度が回復するものになります。青キノコは焼くとあんまり美味しくなくて、生で食べた場合の体力回復が非常に重要なものになっています。産地下がっちゃうんですけど、これは緑キノコで回復するみたいな感じですね。で赤キノコは正直他のキノコに比べてメリットがないので、調理用と思えばいいかなと思います。0.5 野菜 0.5 個分になるので、料理でもそんな感じで使っていくのがいいと思います。ではキノコを栽培する理由なんですけども、一番大きいのは安定した供給が可能っていうところにあると思います。緑とか青は先ほど説明したように非常に重要なアイテムなので、安定供給がすごく大事です。ただですね、洞窟のバイオーム、緑キノコバイオームとか行くと事足りちゃうんじゃないかなという場合もあります。そもそも今日説明するキノコの栽培方法は洞窟までたどり着いていないとできない方法です。なんですけども、野菜よりもですね、栽培管理が圧倒的に楽なんですね。野菜はですね、今は見せているようにですね、耕して植えて話しかけてみたいな工程が必要になるんですけど、数日経てば必ず4個初毛のキノコが手に入るっていうのが、これは非常に大きい点です。ただ面倒くさい点はやはり野菜として 0.5 野菜なことと、料理の幅は減少しちゃいます。それからプランターを作るのに生きた丸太が必要というあたりがちょっとハードルが高いところではあります。それではですね、キノコの栽培方法ですけども、キノコを栽培するには胞子とキノコのプランターのこの2つが必要になります。胞子は洞窟で手に入れることができて、洞窟歩いてるとですね、こういうキノコの木っていうのが出てきます。赤とか緑とか青とかの木があるんですけど、こいつが胞子を出している時があります。この漂ってるやつですね、光の玉みたいなのが胞子です。でこれを、虫取り網でゲットするという風になります。で胞子はですね、例えば赤キノコバイオームでは赤が飛んでるとか、緑キノコバイオームでは緑が飛んでいるというわけではなくて、どうも季節によって変化するっぽいです。なのでこれ春に行ってると思うんですけど、だからどこに行っても緑色の胞子しかゲットするようなことができません。なので例えば青キノコ非常に重要なので、青キノコの胞子が早めに欲しいなと思う場合は、冬のうちにゲットするのがいいと思います。ゲットした胞子ある程度日数が経つとダメになっちゃうんですけども、そこそこ持ちますので、生きる丸太がですね、なんとか手に入るような状況であれば、無理にでもゲットしに行っちゃうのがキノコを栽培したいのであればいいかなというふうに思います。漂ってる胞子は1分経たずに消えちゃうんですけど、ゲットすればなかなかなくならないので早めにゲットしましょうということですね。で、もう一つキノコのプランターというものが必要になります。キノコのプランターは、腐敗8、肥料を生きる丸太にで生成することができます。意外にロット8とかですね、肥料5っていうのも意外に意識してないと集められないんですけど、やっぱりアイテムとして入手難易度が少し高いのは生きる丸太かなと思います。ツリーガードを倒した時にいっぱい手に入るので、それをうまく使いましょう。で、これですね、こんな感じで丸太の上にシュッて置く感じになります。でですね、置いただけでですね、実はもう回収ができて1個回収できます。はい、なんで1個につき1個手に入るんですけど、さすがにそれじゃちょっともったいないので、放置しておくと、だんだん成長して3段階ですね、1個2個4個かなという風に成長します。
で4日程度、4日経たないぐらいでですね、一番大きいところまで成長できて、そこで入手すると4個手に入ります。でこのキノコのプランターも実は無限に使えるわけではなくて、4回ですねまで使うと、それで生きる丸太を補充する必要があるというような性質があります。なんでまあ1個で15日ぐらいで16個ゲットできるっていうような感じですね。なので、たくさんプランターを使って、キノコの栽培をするのがいいと思います。ではキノコの栽培をどこでやるかっていう話で、洞窟か地上かなんですけど、おすすめは洞窟です。地上の場合はですね、冬に育ちません。なので、洞窟で育てれば雪とか降らないので一年中育ちますし、やっぱり入手する胞子が洞窟でしかどうせ取れないので、洞窟で胞子を入手して育てるのがいいと思います。場所としては本当はですね、入り口付近、地上との行き来を考えて入り口付近がいいんですけど、なかなかそういう場合もいかないと思うので、やっぱりキノコの森の近くっていうのが無難になってくるのかなと思います。生きた丸太のね、使い道の一つだと思います。魔法タブを使わないというか作らない、あんまりやらないのであれば、こっち側でやっていけばいいし、そういう意味ではサバイバルにですね、キノコって必須ですんで、サバイバル的にはこっちで生きた丸太を使うのが意外に優先度が高いのかなというふうに思ったりもします。今回はですね、ドンスターブトゲザーにおいて基本的なものであるキノコについてちょっと復習をして、キノコの栽培方法とか栽培する場所とか、そういったことについて少し簡単に説明してきました。やっぱりですね、キノコが、ウォーリーとか料理しないと食べれませんけど、通常キャラであればキノコを食べれる、直接食べることによって産地とかに体力の回復っていうのはかなり容易になるので、そういったものをたくさん作れるような環境っていうのができていると、かなりサバイバルは楽になっていくかなという印象があります。今後もですね、ドンスターブトゲザーのいろいろ解説動画を出していこうと思いますので、チャンネル登録や高評価や Twitter のフォロー、またコメントにですね、もしこういうのを解説してほしいというのがありましたら、ぜひとも書いていただけると嬉しいです。それじゃあ、アブラーでした。バイバイ。